はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安藤でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンのチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安藤のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。皆さんのおかげでですね、チャンネル登録をしてくれている人が6000人に届きそうです。ありがとうございます。よりたくさんの方々に、献血骨髄バンクが伝わっていると僕は認識しております。本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。僕もただ病気のことや献血骨髄バンクのことをただ伝えようとするだけじゃなく、どう伝わりやすいように話そうとか、僕の気持ちが伝わるにはどう話せばいいのか、僕の心の声がね、これを見てくれている皆さんの心の中にどうしたら届くのかを入院中から考えてやってきました。まあ、変な言い方になりますけど、手を返しなお返やってきました。しかし僕はあることに気づきました。最初はこれを見てくれている患者さんに伝えたい、次に患者さんのご家族、お友達に伝えたい、その方々に伝わればいいと、そう思っていました。そして今はそれ以外に、まだ周りにそんな患者さんがいない方に、と思っていました。でもそれじゃダメなんです。病気のお話でも、病気以外のお話でも、僕の心の中の声をしっかりと伝えないといけない人たちがいたんです。それは家族です。僕を支えてくれていたお父さん、お母さん、お姉ちゃん、奥さんと子供たちだったんです。これを見てくれている皆さん、患者さん、ご家族、お友達に伝えようとする前に、一番に心の中の声をちゃんと伝えないといけなかったのは家族だったんです。そのことに今まで気づかなかったんです。家族だから黙ってても雰囲気やニュアンスでわかるやろうと思ってたんですけど、そうじゃなかったんですよね。じゃあどうすればいいんだろうと思ってた僕は、本を読めばいいんだという答えにたどり着きました。現時点ではここまでしかたどり着くことができてません。しかしここでまた別の答えを探し出すと先に進まないので、とりあえず僕は入院中にスマホのインターネットでいろんな本を検索して、 Amazon で買いまくって、病院の下のコンビニで支払いをして配達指定をしていました。でも心の声を言葉にして伝えるのは、いくら本を読んでも勉強し始めてもいきなりでは難しいので、まず僕が最初にやり始めた本に書いてあったことが2つあります。まず1つ目はニコニコ笑顔でいることです。別に今普通のことなんですけど、でも意識してニコニコするってちょっと特殊なことかなと思ったので、ターゲットを絞りました。まず最初のターゲットに選ばれたのはうちの長男です。家族の中で僕が一番早起きで、2番目に必ず長男が起きてきます。でリビングにいてる僕はね、寝室のドアが開く音が聞こえたら僕はニコニコをね開始します。朝起きてきた息子がまだ眠たい目をこうこすりながらね、ぼーっとしてる顔をしてるんです。僕はそんな眠たそうな息子の顔をねニコニコしてるつもりやったんですけど、ニヤニヤしながらじーっと見てるんです、毎朝。そしたら5分すると長男もニヤニヤしだすんですよ。ニヤニヤした顔をね5分もやったらしんどいですよ。それが最近では20秒で済むようになりました。その後もねニヤニヤはねしてるんですよ、ちゃんとね。まあその瞬間にピタッとこうニヤニヤを終わることはねなかなかできませんのでね、ずっとニヤニヤしてます。そして2つ目はね、褒めちぎることです。おはよう、元気に起きたね、偉いね、
まだ目をこすりまくってこう眠たい顔してるんですけどね。よく寝たって言ったら、うん、よく寝た、よく寝れた、よかったね。これをニヤニヤしながらねやるんです、毎朝。まずここからね始めてます。奥さんには今のことを僕が体験した嬉しかったお話として話しています、毎朝ね。奥さんもね眠たい目をこすりながら聞いてくれてます。朝からしゃべりくり倒せるんで僕は、まあ、それを続けていくと、まあ、子供2人の顔色がね気になって仕方なくなってる自分がいてるんです。だから子供のことをねじーっと見てることが多くなりました。離れて住んでるお父さんお母さん姉ちゃんにはメールで伝えています。メールの本文の内容をね分かってもらいたいがためにね言葉を省略せずにね文章を打ってます。まあでもそしたらどうしてもねいちいち周り行くと言い方になってしまうんですけどね、まあ、そしたら姉ちゃんから電話がかかってきたんです。あんたえらい長文の LINE やけどどないしたん、びっくりしたんやけど。ちゃうねん、最近言葉の勉強をし始めたからそれを実践したらロングメールになってしまってん。ほら俺さ接客業やん、職場復帰した時のためにな練習してんてん。そうなんや、まあめっちゃわかりやすかったし内容がちゃんと伝わってきたよって言ってくれたんです。なので最近の僕の動画はね一つの文章が長いと感じられてる方がね多いと思うんです。まあでも原因はそれやったんです。まあ、これからもね病気のこと体のこと、まあ、献血骨髄バンクのこと動画を投稿するにあたってねしっかりと言葉で伝えていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。